どうもロバートです。どうも、こんにちは。はい、7月18日土曜日、19日日曜日、20日の、月曜祝日の3日間、ライブスタンド09が幕張メッセで開催されます。お、3日間も、はい、やりますよ、今年も、ね、夏にやるのは珍しいですね。そうだね、フェスですね、ほんと ねフェスですよ、ね、盛り上げていきましょうよ。見られるんじゃないですかね、ちょっと楽しいね。楽しいんだね。なんでこれといったエピソードは一切出てこないもんね。こういうの大体なんか、去年さみたいなあるじゃん。そういうのはもう一切、いやでもなんか、今日夏っていうのがいいよ。そう、夏いいね。なんかテンションも上がるしさ。楽しいみたいな。一切思い出話みたいなのが出てこないですけど ね今年はですね、夏に開催ということで、このですね、箱の中に夏にちなんだ単語が入っております。おうおうおう、この中から一つ選んで、川柳を披露する。お、じゃあ持ったし、引いてみれば、持っちゃったし、持った人が引くっていう、持った人がやるっていうルールで決めてるじゃん。俺がやんのこれ。そう、ロバートは持った人がやるっていうの決めてるから、俺、こんなのものすげえ苦手なんだけど。マジで俺がやんの。だいたいボケの人がやったりするパターンが多くない。持っちゃったからね。持っちゃったから、夏らしい川柳。はい、はい、お祭り、お祭り、あ、これいけやすそうじゃない。575にお祭りを入れてってことね。うん、うん、お祭り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 で、お祭りで、お祭りで、575、お祭り、お祭りで575ね、うん、もうお祭りみたいなもんだからね、ライブサンド自体は、お祭りで、うん、女性を誘ってキスをするっていう、うん、なんでキスをするっていう、なんでっていう川柳。川柳、お祭りで女性を誘ってキスをする、一個目標的な部分も、はい、お祭りありつつ、はい、っていう感じです。いや、あんまクオリティはいいよ。キスの進行形、もうちょっとキスが進めてもいいじゃん、うん、その後お祭りで神社裏呼び出しキスをする、うん、いいね。よくねえよ全然。その後に、その後に、うん、ベッドの中でお祭りだ。あ、いいね。全然やばい、もういいよこれ。これ YouTube やからずーっと撮れる。最悪、最悪だよ。もう何回も見れる。すげえ滑り続けてる。下にコメントにいっぱい、もういい、もう終わり終わり。コメントのとこ見たらすげえ愕然とするコメント出てる、多分。つまらないです、うん、やめちまえとかもう絶対見ねえから。はい、そしてですね、この川柳をこの後色紙に書きまして、ライブスタンド会場にプレゼントするんだ。いらねえ。プレゼント、はい、します。はい、ぜひですね、ライブスタンド09、うん、ぜひ皆様、幕張メッセを足をお運びください、うん、よろしくお願いします。ロバートでした。来年も再来年もずっと残るからね。言うな、もうすぐ削除。今は2009ですよ。終わったら削除してもらうから、これもう。